長です。なめたけ太郎さんからの質問です。いつもた戻るんだいつも楽しくてためになる配信ありがとうございます。質問です。2022年からパワーユニットの開発凍結がされましたよね。ということは2023年からはカスタマーチームも事前にパワーユニットがどんなものなのか分かっているので、その分攻めた空力パッケージを採用できてワークスとの差が縮まるのではないかと思ってるんですけど、やっぱりワークスが有利な状況は変わらないのでしょうか。2023年を予想する上で参考にさせていただきたいので回答よろしくお願いします。これなんかそのパワーユニットのいわゆる性能に関わるところは凍結だけど、何その補給類の取り回しとかその辺は別に変えてもいいんでしょ。だからそこ変わればいわゆるシルエット変わるから、カスタマーチームはやっぱりドンと渡されるまで分からん、うん、っていうことなんじゃない。はい、ありがとうございましたもしくは去年と同じでくれって言えばいい。去年と同じはできないですよね、もう変わっちゃってたら。あ、できないんだ。やっぱりワークスさん、じゃあ補給類自分で作りますって言って全部自分であ、そうか、同じものをあげなきゃいけないんだっけ。あの PU のその、うん、いわゆるホムローゲーションされてる部分は同じじゃなきゃいけないですけど、うん、例えばラジエーターとかはチーム各チームで作るし、うん、それ以外のじゃあインタークーラーにつなぐ部分とか、うんうん、その排気管の取り回しとかは自分で作りますって言えば別に作ってもいいと思いますけどね。作ってるとこあるの？ないと思います。あ、ないただ例えばメルセデスとかホンダなんかは排気管とかは PU 側で作るらしいんですけど、はいはいはい、ルノーとかは、まあ、あの伝統的にチームで作ってくださいっていう感じみたいですね、うん、まあ、今ルノーカスタマーいないんですけど、だからいなくなっちゃったから面倒くさいそこってそれもちょっとあるかもしれない。無理だよそんなの作るのって。だ逆にでもメルセデスを使ってるユーザー、フェラーリ使ってるユーザーは、うん、あの排気管これ今年これですって言って、うん、いやいやこれワークスお前んとこのチームに合わせて作った排気管やんけってなるじゃないですか。ホンダさんみたいにレッドブルはこれ、うん、でアルファタオリはボディの形違うんで、うん、アルファタオリ用の排気管作りますっていうところはなかなかないですよね、うんうんうん、カスタマーなのにわざわざそこに合わせてっていうのは、うん、じゃあやっぱりその凍結されたからといって同じじゃないってことだよね、うん、まあ、排気管とか補給類の取り回しとかはもちろん凍結されてないので、うん、そこは去年とは違う、うん、から去年のやつを想定して作ってたら、うう、ね、排気管全然ちゃうやんって全然後ろ収まらんやんってなるかもしれないです、ね。まあ、言うてもその開幕直前に来るわけじゃなくて何かしらは来るんですよ。もう全然何ヶ月も前に来てるはずで、ね、前にこんな設計図こうですよ、うん、でそれで言うとその凍結されている部分の ICE とか、うん、TC とかは、はい、言うてそんなに変わらないじゃないですかサイズは、うんうんうん、だから問題はやっぱそこじゃないですよね、うんうん、それ以外の部分っていう、それ以外の部分ね、うん、まあ、もちろん例えば、去年のアルピーヌとかみたいにそれまでと違って、H の配列ターボのコンプレッサーと H を前側に持ってきますみたいな大きくレイアウトを変更した場合には、まあ、そのどこに何があるかみたいなのがちょっと変わってくるのでサイズ感は違ってくるとは思いますけど、まあ、メルセデスユーザーにしてもホンダユーザーにしてもそこはずっと変わってないから、まあ、そんなに大きな変更は多分凍結されてる部分に関してはもう最初から分かってたと思うし、うん、それ以外の補給類をどういう風にレイアウトするかっていうところなんで、まあ、ワークスチームはもちろん今年の車ここをコンパクトにしたいから、うん、本田さんこういう風に補給類レイアウトしてもらえませんかとか、うん、メルセデスだったら中でやれますからね自分たちの中でっていうやり取りをして決めて作られたものが、まあ、メルセデスユーザーの場合はそれがこういう感じですってこの辺のサイズ感こんな感じですってきますっていう、じゃあそれはカスタムサービスはないんだ、何月何日までに送ってくれたらオーダーメイドしますよみたいなのはない、あるかもしれない。だから細かい部分はやってると思います、うん、もちろん、はいはいはい、配線とかそんなぐらいは、うん、排気管とかそのでかいものをやるかっていうと、うん、まあ、そこはじゃあ別料金でってなっちゃうので、うん、あ、なるほどね、それをチーム側がやるかやらないか、やってメリットが本当に大きいのがあるのかどうかっていうとこなんじゃないですかね。じゃあ基本的にはどのカスタマーさんも渡されたものを使ってるであろうと、うん、どっちかっていうとだから PU メーカーが作るものよりも、うん、ラジエーターどこにどういう風に乗っけるかっていうレイアウトの方が、うん、パッケージングには多分大きく影響すると思うんで、うん、例えば去年のウィリアムズなんかは、はい、他のメルセデスユーザーと違って、うん、PU の上に V 字型にこう両側にでっかいラジエーターゴーンって乗っけてましたからね。あ、そうなんだ。山型にやーんって。へー。だからウィリアムズは結構上が
どっかしてて、その分逆に横のサイドポッドとかちっちゃかった、うん、当初はね。あ、当初ね。あ、確かに確かに。だから、うん、そのホッキ類のレイアウトはちょっと違ってたんですよね、ウィリアムズは。へー。そういうところはチーム側でやってる部分がどういうパッケージングになるか、ここをコンパクトにしたいからこっちにラジエーター置きますとかっていうのはチームが決めることなんで、うん、まあ、もちろん元々の理由メルセデスならメルセデスが作ってる部分が大きければここにこれ以上乗りませんってなりますけど、メルセデスの場合もともとワークスがちっちゃいコンセプトで作ってるから、うん、まあ、他のチームにとっては必要以上にコンパクトかもしれないじゃないですか、うんうん、他のチームゼロポッドやってないわけですから。あ、確かに確かに。っていう、まあ、で逆にここはコンパクトでこっちが大柄じゃなくて、こっちがコンパクトでこっちが大柄でもいいんだけどなとかっていうのはもちろんカスタマーチームとしてはあるでしょうけど、うん、まあ、ある程度はそこは車優先というよりは TU ありきで、うん、じゃあここに対してどういうふうに車のパッケージングしていこうかっていうワークスチームとは逆の順番にならざるを得ないでしょうね。じゃあ逆にそのメルセデスカスタマーさんは2022年、まあ、去年の車を作る時に、まあ、メルセデス側から次渡すのはこうだよって来た時に、うん、え、この人たち変わったことやろうとしてんじゃねって気づいたのかな、うん、まあ、気づくとこもあったかもしれないですよね。この取り回し何みたいな、うんうん、スカスカなんだけどみたいな。もしくはメルセデスがワークスチームにはそのキチキチのやつやってて、カスタマーにはこれでいきますって全然違う排気管とか渡してるかもしれないですけど。ああ、そういうことね、はいはいはい、あ、それはやってもいいんだ別に。排気管はだ、うん、あ、でも排気管もあれか、年間8機のあれに入ってるからダメかな。あ、配管も、あ、でも別にいいのか、レッドブルとアルファタオリ違うようにしてるくらいだから OK か。分かったらもっと リーク情報が出てきて、なんかメルセデスなんかやろうとしてんぞみたいな。まあ、でも逆にそれを送られてきたらみんなゼロポットに後半戦からなってた可能性ある。でも PU だけでゼロポットできてるわけじゃないので、はい、ラジエーターがやっぱ肝なので、ゼロポットに関しては PU だけ見ても分かんないと思います。ただ後ろリアエンドはコンパクトだよねっていうのは分かったかもしれない。うん、リアエンドコンパクトな分 PU の上側はちょっと大柄なんで、うん、あのポコッと出てるのはアストンさんとか、なんかポコッて出てるの、あの後ろなんかコブみたいな。まあそこは PU がだから大きいからその分逃げてるってことですね。あ、そういうことね、はいはいはい。彼らがアストンさんがワークスだったらここ出っ張りたくないんだけどって言って、うんうん、PU 側にじゃあここ削れますかってやるでしょうけど、うんうんうん、ワークスじゃないだからもうしょうがないよね、じゃあポコッとするかみたいな。だからそのラジエーターに求められる冷却容量とかっていうのは、うんうん、冷却能力っていうのはある程度もう変わらないと思うので、うん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 、そこは読めていれば、じゃあラジエーターこのサイズで大丈夫だよねっていうのは事前に作れちゃいますよね。ああ、そういうことね。まあ、それも情報としてはかなり早い段階で来てるとは思います。はい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 。気温何度の時に、エンジンの油温が何度、水温が何度にしなきゃいけないですよとかっていう指定があるので、うんうん、まあということなので、凍結されてるとはいえ、まあ、まんま同じものが毎年来るわけではないということなので、まあ、ただ、まあ、情報はそれなりに早い時期に来るので、それに準じて自分たちで作る部分は早めに作ることができるでしょうし、うん、パッケージングに関しても今まで以上に自由度があるかもしれない、うん、かもしれないとかね、はい、ということですので、はい、今年の、ね、マクラーレンがどんな後ろの、ね、リア周りで来るのかっていうのは楽しみにしていただければと思います。ということで今回のお話もとても役に立ちました。いつもありがとうございますと、思ってくださった方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、こちらのパーカーもよろしくお願いします。ありがとうございました。